エドワード・ルセインとは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優である。エドワード・J・ルセインと党と名乗った。1870年12月13日、アメリカ合衆国のオハイオ州シンシナティに生まれる。1870年代、子役の舞台俳優として、ペンシルベニア州フィラデルフィアでデビューする。1911年、インディペンデント・ムービング・ピクチャーズに入社。メアリー・ピックフォード主演の短編映画From the Bottom of the Seaに出演、映画界にデビューする。翌1912年、マーガリータ・フィッシャー主演のWhere Passes Meetで監督業に進出する。1913年からは俳優を休業、監督業に専念、同年12月25日、女優のステラ・ラゼットと結婚する。1926年、ザ・ミリオネア・ポリスマンを最後に監督業を廃業する。1929年から俳優業に復帰する。1940年9月10日、カリフォルニア州ロサンゼルスで死去した。満69歳没。ハリウッド・フォーエバー墓地に眠る。ありがとうございます。